はい、なんとね、この神社変わった場所に祠があります。上はね、こんな感じで岩になってるんだけど、その中にあります。もう狭い空間の中に祠が入ってるって、ちょっと変わってますよね。すごいギリギリの位置にあるからね。